はい、どうも、チョブリです。ってことで、今日はですね、絶対に買うべき最強パックランキング、やっていきたいと思います。いや、皆さん、ついに来ましたね。なんと今日のアップデートで、新しくね、3つのパックが新登場しましたということで、これでね、予告されていた全てのパックが登場しきりました。こんな感じで、僕は全て購入してきたんですけれども、全て見ていくと、こちら、バルセロナ、バイエルンミュンヘン、そしてマンチェスターユナイテッド、AC ミラン、インテル、アーセナルということで、あと一応ね、このメッシのもあるんですけれども、今回はこの監督ブースターのパックということで、この6つが登場しております。一応今週はですね、こちらのバイエルンミュンヘンと、あとはこちらの AC ミランとインテルですね、こちらの3つのパックが登場してまいりました。で、前回はね、このバイエルンミュンヘンとマンチェスターユナイテッドとこのアーセナル、この3つの中でランキングをやっていたんですけれども、今回はね、全て登場したということで、この6つの中からね、まあ、一体どのパックを購入するべきなのか、僕なりにね、ランキング形式で6位からね、発表していけたらなと思います。で、今回でランキングを発表していくんですけれども、今回2つのポイント、選手と監督、この2つのポイントから解説していけたらなと思います。まず選手に関してはね、そのパックの選手が強いのか弱いのか、こんな感じでパックを見ていくと、監督プラスで11名の選手が入っているわけなんですよね。やっぱりこの選手もね、非常に重要だと思うんで、まあ、この選手がいいのか悪いのかっていうのも一つの評価ポイントですね。そしてこの監督っていう面では、まずチームスタイル的にですね、これではポゼッション、ショートカウンター、ロングカウンター、サイドアタック、ロングボールがあると思うんですけれども、まあ、どのチームスタイルができるのか、そして右に行っていくとこちらですね、ブースターということで、まあ、各監督ね、何かの能力がプラス1されているんですけれども、それがね、どのパラメーターなのかってのもかなり重要になってくるんじゃないかなと思います。一応ね、この育成ってところもね、項目としてあるんですけれども、今回はね、監督で見るのはこのチームスタイルってところとブースターってところを見ていきたいと思います。はい、こんな感じで監督と選手の2つのポイントからね、解説していこうと思うんですけれども、今回やっていくランキングはあくまで僕の本当に独断の偏見でやっていくんで、まあ、そこだけ注意していただければなと思います。まあ、選手はね、ある程度まあ、能力値があるんで、まあ、強い弱いっていうのはね、まあ、参考にしていただける部分は多いかなと思うんですけれども、監督チームスタイルに関してはマジでめちゃくちゃ好みなんですよね。ほんとショートカウンターが強いって思う人もいれば弱いって思う人もいますし、特にね、ロングカウンターとかポゼションとかって結構好み分かれてくると思うんで、まずね、この自分に合ったチームスタイルもあると思うんで、それも踏まえて今回のランキングはね、見ていただけたら嬉しいなと思います。ってことで、前置きなくなりましたけれども、最強パックランキングベスト6から発表していきたいと思います。はい、ってことで、まず6位はこちら、バイエルンミュンヘンパックですね、ご紹介していきたいと思います。ちょっと今回はね、残念ながら6位に選ばせてもらったんですけれども、まあ、今回ね、監督の能力と、あとね、おすすめ選手もね、ちょっと2人ずつぐらいピックアップして見ていきたいと思います。まず総評としてはですね、まずこのね、監督のこのトーマス・トゥヘル監督なんですけれども、この監督のね、チームスタイル適性一番高いのはサイドアタックということで、まあ、それは個人的にやっぱりね、なかなか癖のあるチームスタイルなんで、まあ、ちょっと微妙かなということで、今回は評価低めにさせていただきました。そして選手なんですけれども、選手に関しても、まあ、飛び抜けてめちゃくちゃ強い選手がいるわけではないということで、このパックのね、選手自体もまあちょっと微妙なのかなと個人的には思ってます。はい、一応ね、このトゥフェルのこのチームスタイル適性がサイドアタックということで、今回上がってくる能力はこちらですね、フィジカルコンタクトプラス1ってことで、まあこれ自体は結構悪くないね、パラメーターなんじゃないかなと思います。フィジコンが全員1上がるとね、結構効果はあると思うんで、このブースター自体はね、個人的にいいなと思ったんですが、やっぱりサイドアタック、これはかなり癖があるんで、ちょっとね、僕も今作あんまり使いこなせていないんで、そういった意味ではね、ちょっと微妙なのかなと思います。ただ逆を言えばね、今回のパックの中でこのサイドアタックのね、チームスタイル適性が高いのはこのトゥエルのみなんで、そういった意味では普段からこのサイドアタックを使っている方はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。このサイドアタックが得意であればね、このね、ブースターフィジカルコンタクト、これもめちゃくちゃいいと思うんです。まあ、そういった方はね、逆に1位って言ってもいいぐらいね、まあ、いい監督だと思うんですけれども、個人的にはま使いこなせないんで6位かなと思います。はい、で、一応パックのね、おすすめ選手なんですけれども、バイエルンミュンヘンだとまずね、ウパメカノかなと思います。まあ普通にね、そこそこ強いセンターバックかなと思ってますね。レベル最大締めるとお任せですけれども、こんな感じで、まあ、アグレッシブネスがね、かなり高いですし、これでブースターがね、まあ、これでスカットに入れてくるとこんな感じで99まで上がるんで、ボール出しも98までいって、スピードも87まであって、フィジカルコンタクトも高いということで、まあ、間違いなくね、最強クラスのディフェンダーではあるんじゃないかなと思います。まあもう少しね、本来育成するならちゃんとディフェンスを少し下げてあげて、まあその分ね、こんな感じで瞬発とかまで上げてあげた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあこうやってやってみてもね、悪く
くらいの能力しているんじゃないかなと思います。まあスキルもねこんな感じ、ディフェンス系のスキルしっかり全て持っていて、ブロッカー持っていて、エアバトル持っていて、スライディングタックルを持っているということで本当に優秀なんで、まあ、間違いなくね最強クラスのセンターバックではあるんじゃないかなと思います。バイルンパックをね購入した方はね、まあ、ぜひこの選手使ってみてください。はい、もう一名はこちらサヌですね。この選手も普通に強いと思います。特にね両ウィングできるんで3トップ使ってる方はねかなりいいんじゃないかなと思ってます。初期能力値でねこのスピード瞬発がスピード84、瞬発85まであるんで、まあこれは魅力的ですよね。これで育成をね最大にするとこんな感じになりますと、いやめちゃめちゃ強いですよね。スピード瞬発で今作ね結構重要なこのキック力もね90まで上がってくると、ドリブルの93まで上がって、これでプラスにされると、ね、こうなるんで、まあシンプルにねめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思ってます。でスキル見ていくとね、ダブルタッチは持っていないんですけれども、一応ねハイライトなんでスキル追加もできますし、まあ根下ワンシューミドル持っていて、ワンタッチパスを持っているということで、まあかなり優秀なんじゃないかなと思います。まあ、この選手もね、バイルンパックだとかなりおすすめ選手かなというふうに思うんで、ぜひね、購入した方は使ってみてください。はい、てことで第6位がバイルンミュンヘンパックでした。続いて第5位見ていきます。はい、てことで第5位はこちら、バルセロナパックですね。5位に選ばせていただきました。いや、5位と4位はめちゃくちゃ迷ったんですけど、5位バルセロナパックにさせていただきましたね。まあ、このパックもね、悪くはないと思います。シャビ監督ね、一応チームスタテキスがポゼッションということで、まあ、ポゼッションとかも悪くないと思うんですけど、まあ、ポゼッションのパック買うなら僕はね、もう一つの、ポゼッションの監督のパックを買うかなって感じで、メンツも悪くないんですけど、まあ、飛び抜けてめちゃくちゃ強い選手がいるわけではないということで、まあ、今回は5位に選ばせていただきました。はい、まずシャビ監督ね、先ほどの話した通りチームスタイル適正ポゼッションということで、これはまあ割と好み分かれてくるんじゃないかなと思います。得意な方もいればね、苦手な方もいるかなと思うんですけれども、あんまり使用率はね正直高くないイメージかなと思ってます。でブースターがボールコントロールということで、まあこれも悪くはないんですけど、正直まあかなりいいブースターってわけではないかなと思ってますね。まあ、6位に紹介したバイエルンのフィジカルコンタクトがボールコントロールであれば、もう僕ブースターだけで見たらねフィジカルコンタクトの方がいいかなって感じもしてます。まあトラップとかにも変わってくるんで、このボールコントロールも好みあると思うんですけれども、まあ個人的にはちょっと微妙かなって感じもしてますね。はい、てことでここからねバルサのパックのおすすめ選手を2名ご紹介していきたいと思います。まずカンセロということで、まあこの選手もね普通に優秀だと思います。まあ能力がねなんかもうこれサイドバックじゃなさそうな子能力してるんですけれども、レーマにしてみるとこんな感じになるということで、まあねこれは割とバランス規制かな、お任せなんでこんな感じですけれども、まあ、普通に優秀だと思います。足も速くてディフェンス能力もね、まあ、守備しか低いですけれどもある程度あって、まあ、ドリブル能力も高くてパスも上手いということで、まあ、サイドバックで使ってあげてもね右サイドハーフでも全然使えるんじゃないかなと思います。インナーラップサイドバックということで、しかもこの選手ねダブタイらしくアシュラということで特殊ダブタイもちろんですよね。そしてインターセプトを持っていてピンポイントクロスを持っていてスルーパスまで持っているということで、スキル面もかなりいいんで、まあ、この選手はね、まあ、シンプルにめちゃくちゃ優秀だと思います。ライブアップデートもね期待できますし、両サイドバックできるのもねかなりいいポイントかなと思いますね。はい、続いてこちらギュンドワンということで、この選手もね、まあ、今週週刊 FP で登場してますけれども、パックでも十分に強いと思います。まあ、パックのいいところはねこの自分好みに育成できるっていうポイントかなと思います。まずプレイスタイルもね2列目ということでここもいいと思いますし、 CMF と DMF ができるということで、これ連話にしてみるとこんな感じですね。いやこれはかなりいいんじゃないかなと思います。僕ねこうディフェンスとかで上げなくていい気がしてますけどね。ディフェンスとか下げてあげて、その分ねクイックネスとかでこう振ってあげてもいいんじゃないかなと思います。パスもね本来はこんなにいらない気もしてますね。その分ね、まあそれこそスピードとかに振ってもいいと思いますし、まあこれはね好みになると思うんですけれども、まあどんな育成してもねある程度強いんじゃないかなと思います。ディフェンス能力をねもっと上げてもいいと思いますし、まあ完全にオフェンス型に育成してもいいと思いますし、まあどの育成してもねある程度強いんじゃないかなと思います。スキルもねダブタ持っていて、今回ワンバーワン持っていて、スルーパスを持っていると、でアシュラを持ってるんで、スキル面もかなり優秀ということで、まあこの選手もね間違いなく現環境でもねトップクラスに強いと思いますし、ガチから全然やっていけると思いますね。まあもっといい選手がね入ってるパックもあるんで、個人的な今回5位かなと思いましたね。はい、5位がバルセロナパックでした。続いて4位見ていきます。はい、ってことで4位はこちら AC ミランパックですね。4位に選ばせていただきました。いやこれもかなり迷ったんですけれども、今回4位に選ばせていただきましたね。総評としてはね、まずねこのミランの監督ピオーリ監督がチームスタイルショートカウンターということで、まあ、個人的にショートカウンターめちゃくちゃ好きなんで、これはねかなりいいと思うんですけれども、まあブースター的にね僕はもう一人の監督の方がいいかなと思ったんで、今回4位にさせていただきました。選手的にもね正直ちょっと微妙かなと思っています。まあ選手なら間違いなくねバルセロナパックの選手の方が僕はいいんじゃないかなと思ってますね。ただまあやっぱりポゼッションよりはこのショートカウンターの方が個人的にはやっぱり好きなんで、まあ選手が微妙ってところと、まあこの監督のショートカウンター、そしてブースター全て含めてバルセロナよりは上かなって感じで今回4位に選ばせていただきましたね。はい、ピオーリ監督なんですけれども、先ほど話した通りショートカウンターが一番高い85ということで、こちらブースターがボール出しですね。まあこれもどうなんだろうと思ったんですけど、まあやっぱりね前線の選手にはあまり効果がない、中盤からまあディフェンスターにかけて効果があるブースターということ
ということで、まあ、最初悪くないかなと思ったんですけど、まあ、同じショートカウンターなので、もう一人の監督のブースターの方が僕はいいかなと思ったんで、今回はね、まあ、そのパックよりも下の4位に選ばせていただきました。もちろん悪くないパックではあると思います。ショートカウンター個人的にはめちゃくちゃ好きなんで、まあ、この監督使ってみたいなと思いますし、まあ、すごくいいパックだと思っているんですけれども、ただやっぱりね、選手がちょっと微妙ということで、そこも踏まえて今回4位ですね。で、今回登場したミランパックのおすすめ選手、まず一人目はこちら、レオンということで、このレオンもまあかなり強いとすでに話題になってますよね。まあ、とはいつ僕はやっぱりね、ビッグタイムのレオンとか持ってる方はね、もちろんこう乗り換える必要性とかはないと思います。ウイングストライカーなんでね、左ウイングができるということで、もちろんセンターフォワードもできます。まあ、使うのは個人的な CF なのかなと思ってますね。能力を育成してみると、はい、こんな感じになるということで、まあ、めちゃめちゃ強いですよね。そしてね、これプラスにされるとこんな感じになりますと。そして相変わらずではね、こちらスーパーサーブ持ってるんで、まあ、本当にこの選手はいいんじゃないかなと思います。ダブタイらしく足を持っていて、しかもね、このレオンが最初からね、特殊ダブタを持つということで、そこもね、結構今回注目されているポイントかなと思うんですけれども、特殊ダブタ今回スーパーサーブってことで、まあこれはかなり魅力的ですよね。ただ今回レオンがね、この波が大きいに変わってしまったんで、まあ同案ですから色々捉え方あるんですけれども、まあ残念なポイントではあるのかなとは思ってます。まあでもこんだけね、ドリブルもスピード瞬発もあって、フィジカルもあってって感じで、ボディコンもこんだけ高いんで、もスパサブじゃなくて先発使ってもいいぐらい、個人的にはかなり強いんじゃないかなと思います。まあ、実際ね、ミランでもかなり活躍してるんで、こんな感じでライブアップデートもね、比較的いいことが多いということで、まあそういった意味でもね、まあ、間違いなく今回のミランパックでも、まあ、一番僕はね、当たりの選手なんじゃないかなと思います。はい、そしてこちらミランパックのおすすめ選手2人目はカラブリアということで、この選手もね、結構 SNS で話題になってますけれども、まあそこそこ強いんじゃないかなと思ってます。攻撃的サイドバックということで、できるポジションはね、右サイドバックのみなんですけれども、令和にしてみるとこんな感じということで、まあシンプルにかなり強そうっすよね。ディフェンス能力も全部80を超えてきて、もう少しで上げてあげればね、多分守備意識ボール出しは90を超えてくると思いますし、まずこのスピードですね、これは92、これはかなり魅力的だと思います。スタミナも92まであるということで、これでプラスにされるとこんな感じですね。まあシンプルにめっちゃ強いと思いますね。しかもこれでスキルがかなり優秀ですね。まあ全部は埋まってないんですけれども、インターセプトマンマーク持っていて、スライディングタックル持っていて、ピンポイントクロスを持っているということで、まあブロッカーを持っていないのは残念なポイントではあるんですけれども、まあ僕は普通に、ね、優秀なんじゃないかなと思います。闘争心、キャプテン車、アクロバティックでは持っているということで、まあ、スキル追加でブロッカーつけてあげれば言うことないスキルなんじゃないかなと思ってます。まあ、逆足も普通に使えますし、まあ、ディフェンスとかもちろんね、このスピードが速いということで、まあ、正直ワンビサカとかウォーカーとかで会話聞くかなと思うんですけれども、まあ、それでもね、普通に魅力的な選手なんじゃないかなと思います。ぜひね、ミランパックを購入した方は使ってみてください。はい、てなわけで今回は監督選手ともね、ちょっと物足りないかなというところで、ミランパック用に選ばせていただきました。続いて3位見ていきます。はい、ということで3位はこちらインテルパックですね。3位に選ばせていただきました。いや、これめちゃくちゃ迷ったんですよ。2位と3位めちゃくちゃ迷ったんですけど、まあ総評すると3位かなということで、今回は3位に選ばせていただきました。個人的にこのインザギはね、僕は文句ないと思います。ショートカウンターで、まあこれから解説していくんですけれども、ブースターもスタミナが上がるということで悪くないと思うんですけれども、まあ、インテルこの選手がね、ちょっと微妙すぎるかなと、個人的には思いましたね。ただこの選手がちょっと微妙な分ね、監督がかなり優秀ということで、まあ、今回は3位とさせていただきましたね。で、今回インザギなんですけれども、ショートカウンターということで、先ほどのねミランの監督もショートカウンターだったんですけれども、こちらブースターがスタミナということで、ボールダッシュとスタミナどっちがいいんだろうなと思ったんですけど、やっぱり僕はスタミナの方が、まあ、全体的に効果もありますし、いいんじゃないかなと思います。そもそもねスタミナがなくなってしまったらね、こう全体的に能力がぐっと下がってしまうんで、まあ最初はねこう前線の選手もね、まあどうせ選手交代するからなとかって思っていたんですけれども、やっぱりねスタミナがなくなってしまった選手のことを考えると、まあ僕はねブースタースタミナの方がね上なんじゃないかなと思います。まあそこはねいろんな意見あると思うんで、まあいろんな方を参考にしていただければなと思うんですけれども、僕はボールダッシュよりも、このスタミナなんじゃないかなと思ってます。まあでもこのショートカウンターでこのスタミナ、これは個人的にめちゃくちゃいいと思います。僕はこれからもこの監督使っていくかなって感じがしてますね。そしてインテルのおすすめ選手、まず一人目はこちらゾマーということで、このゾーンは結構強いんじゃないかなと思ってます。守備的ゴールキーパーなんで、個人的にそこもいいかなと思ってますし、まあ身長がね183センチっていうこと若干不安要素ではあるんですけれども、レーマにしてみるとこんな感じになりますね。これもエアバトルで少し振ってあるんで、これをね少し下げてあげて、まあその分ねこう GK センスとかこういう風に振っていくと、これでプラスにされたらねこうなるんで、いやこれ結構良くないですか。まあ、GK センス、クリアリング、コラブシング、ジャンプ全部90超えてきて、コラブシング93までいくということで、これは結構魅力的なんじゃないかなと思ってます。ジャンプも96までいくんで、まあ最強クラスのキーパーと言っても過言じゃないと思いますね。で、スキル見ていくと GK ロングスローと低弾道パントキックということで、まあスキルに関してもね悪くないと思います。まあなかなかキーパーってねいい選手がねこうポン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 出てくることはないんですけれども、このゾマに関してはね結構優秀なんじゃないかなと思ってますね。まあ使う価値はねかなりあるんじゃないかなと思います。はい、もう一人はこちらマッテオ・ダルミアンということで、
この選手も結構期待できるんじゃないかなと思ってますね。いいポイントが、まずね、攻撃的サイドバックなんですけれども、両サイドバックとセンターバックまでできるということで、このディフェンスラインを全てできるのはね、結構魅力的かなと思ってます。これ、レイマンしてみると、はい、こんな感じということで、能力も悪くないですよね。これプラスにされると、はい、こうなりますね。ディフェンス能力も結構高くて、守備意識は88までありますし、何よりこのスピード瞬発、スピードの91で瞬発が81ということで、まあ、これはね、ディフェンスラインでは間違いなく速い方だと思うんで、魅力的なんじゃないかなと思います。フィジカルコンタクトもね、一応78まであるということで、スタミナも95まであるんで、まあ、かなり優秀かなと思ってますね。で、スキルがね、闘争心、ロングスロー、マンマーク、スライディングタックル、エアバトルということで、まあ、ブロッカーつけてあげたいなという感じはするんですけれども、まあ、最低限のマンマーク、スライディング、エアバトルは持っているかなっていう感じですかね。まあ、能力とポジション適性がね、この選手はかなり優秀かなと思います。やっぱりこう、両サイドできてセンターバック、まあ、ディフェンス内全てできるのはかなり魅力的なんじゃないかなと思ってます。まあ、正直ね、選手に関してはこのバックは微妙かなというふうに思っているんですけれども、監督はね、ショートカウンターでしかもスタミナが1上がるということで、まあ、全ての面を含めて今回3位にさせていただきました。それでは続いて2位見ていきます。はい、てことで2位はこちら、アーセナルバックですね、2位に選ばせていただきました。いや、これ3位のインテルとめちゃくちゃ迷ったんですけど、総評的には2位かなということで選ばせていただきました。このバックに関してはね、インテルと逆で、監督はね、ちょっと微妙ではあるんですけれども、選手がめちゃくちゃいいということで、まあ、総評的には今回2位かなと思います。まずこのアルサ監督なんですけれども、ポゼッションということで、そこがね、こう好み分かれてくる部分は結構あるんじゃないかなと思います。ただね、この選手がめちゃくちゃ魅力的なんで、本当にね、e フットボールを今日始めたら、この監督、このパークを買った方がいいってぐらい、個人的にはね、まあ、メンバーがめちゃくちゃ良くて、おすすめできるかなと思います。まずこのアルテタ監督なんですけれども、ポゼッションが85ということで、ポゼッションが一番高くなっております。そしてブースターがグランダーパスプラス1ということで、まあ、これに関してはね、まあ、ボールコントロールとグランダーパスだったらちょっと迷うっていうか、まあ、同じくらいかなって正直ね感じはするんですけど、まあ、パスも今作は結構重要だと思ってるんで、そういった意味ではまあグランダーパスの方が上かなっていう感じもしてますね。ただまあこれに関してはね、ほんと監督はちょっと微妙かなと、まあ、僕的には思ってます。あんまりポジションをね僕は使わないっていうのもあるんですけれども、まあ、監督のために購入するパックってよりかは、まあ、1500円であの選手11人を獲得できるなら、まあ、購入した方がいいかなっていうぐらいのパックになってますね。はい、でアーセナルパックのおすすめ選手なんですけれども、まずこのウィリアム・サリバということで話題性かなりありましたけれども、まあ圧倒的にね、この選手がもうほんと1500円出してね、この人獲得できるならほんと価値あると思います。ビルドアップということでセンターバックができるんですけれども、初期能力からめっちゃ強いですよね。これレベル真似してみるとこんな感じと。いや、ディフェンス能力全部90乗っかってきて、スピードも85、そして瞬発も75まであるということで、まあこれはかなり魅力的ですね。フィジカルコンタクトも88まであって、これプラスにされるとこんな感じで、フィジコンも90乗っかってきますし、まあめちゃめちゃ強い玄関最強クラスの、まあ、センターバックだと思います。これでね、このハイライトっていうのがめちゃくちゃやばいですよね。ほんとエピックとかね、ビッグタイムレベルの能力してると思います。スキル見てもね、アクロバティックやヘッダー、インターセプト、マンマーク、バックスピンのエアバトルブロッカーということで、まあ、素晴らしいスキルだと思いますね。ブロッカーもしっかり持ってますし、スキル面も全く問題ないと思います。まあ、サリバに関してはね、すでにめっちゃ話題になってるんで、皆さんね、獲得した方とかも多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、アーセナルパックのね、一番のおすすめはこの選手かなと思いますね。はい、続いてこちら、冨安選手ということで、この選手もね、ビッグタイムで持っている方多いかなと思うんですけれども、持ってない方はね、ほんと必須と言ってもいいぐらいめちゃくちゃ強い選手だと思います。この冨安もかなり強いんでね、持ってない方はほんとおすすめだと思うんですけれども、令和にしてみるとこんな感じですね。まあめっちゃ強いですよね。まあ育成の仕方いろいろあるんですけれども、まあドリブルとかパスとかね、本来もあんまり上げなくて僕はいい気もしてます。まあこんな感じ、ディフェンスとかに振ってあげるとプラスにされてこんな感じになってくるんで、いや、これもめっちゃ強いですね。瞬発も8に乗っかってきて、スピードも86までいって、ディフェンス力もこんだけ高いということで、まあまあめちゃくちゃ魅力的なんじゃないかなと思います。今回のね、冨安は左サイドバックできないんですけれども、まあ、今回の冨安はね、左サイドバックできないんですけれども、センターバック、右サイドバックでも、本当にどっちで使ってあげてもね、強いと思います。スキルはこんな感じで、まあ、使うならね、スキル追加でブロッカーはね、つけてあげた方が強くなるんじゃないかなと思ってますね。まあ、これ以外でもね、一応戻るとアーセナルバックはこんな感じで、選手がまあ、めちゃくちゃ優秀なんで、まあ、この選手だけでもこのバックはマジで買う価値があると思います。まあ、ポゼッションをね、チームスタイルで使っている方は、まあ、間違いなくね、このバックを一番に購入した方がいいんじゃないかなと思います。はい、ってこと2位がアーセナルバックでした。はい、てことで1位はこちら、マンチェスターユナイテッドバックですね。1位に選ばせていただきました。まあ、このバックですかね。ほんなんだかんだ言って、一番このバックが最強だと思います。まあ、監督、選手見てみても、監督もめっちゃ優秀ですし、選手もかなり優秀ということで、まあ、ほんとこのバックが唯一、どっちもいいバックなんじゃないかなと、個人的には思っております。まあ、チームスタイルのところ、好みに分かれてくると思うんですけれども、チームスタイル見ても、ブースター見ても、選
してみても今回はこのユナイテッドパックなんじゃないかなと思ってますね。はい、エリク・テンハグ監督見ていこうと思うんですけれども、ロングカウンターということで、やっぱりロングカウンターね、現環境でもかなり強いんで、そういった意味ではこのチームスタイル適性もいいんじゃないかなと思います。やっぱりでもね、好み分かれてくる部分はあると思うんで、ロングカウンターがね、まあ、守備はいいけど攻撃がなかなか難しいとかっていうね方もいるんで、そういった方は見ようかなと思うんですけれども、僕はロングカウンターめちゃくちゃいいと思います。そしてこちらブースターがスピード、これはやっぱめっちゃ大きいですよね。本当今回の監督のブースターの中でも一番このスピードがいいんじゃないかなと思います。スピードプラス1はめっちゃ大きいですね。まあ、本当ディフェンダーでも前線の選手でもどこでこのスピードがプラスされてもめちゃくちゃ恩恵があるんで、このブースターは本当にいいと思います。そしてユナイテッドパックのおすすめ選手、まず1人目はこちらワンビサカですね。まあこの選手もめっちゃ話題になったんで、あんまりまあ言うまでもないかなと思うんですけれども、まあ、守備的サイドバックということは、そこも個人的にはいいポイントかなと思っています。例真似してみるとこんな感じですね。足がめちゃくちゃ速いということで、スピード98、これはすごいですね。これプラスされると、はい、こんな感じになるというわけで、テンハグ監督の効果でね、スピードも100まで行くんで、そうなるとまあめっちゃ強いと思いますね。ディフェンス能力もね、ディフェンスセンスは低いんですけれども、それ以外の数値めちゃくちゃ高いですし、まあスタミナもフィジカルも結構あるということで、まあめちゃくちゃね、現環境のトップクラスに強いサイドバックかなと思います。しかもスキルもね、めっちゃ優秀です。なんとね、ダブルタッチ持っていて、インターセプト、マンマーク、スライディングタックル、ブロッカーまで持っているということで、まあこれ言うことないと思います。守備的サイドバックでこのダブルタッチ持ってるの、これめちゃくちゃいいですよね。まあ、間違いなくね、ずっとガッツから使えるサイドバックなんじゃないかなと思います。そして続いてこちらバランということで、このバランもまあ結構優秀だと思います。ちょいちょい使ってる方いますよね。ビルドアップということでセンターバックのみできるんですけども、身長も191センチありますし、能力を0枚にすると、はい、こんな感じということで、結構強くないですか。アグレッシブレスはね、少し低いんですけれども、それ以外90乗っかってきて、まあスピードは8で、フィジカルコンタクトも86までいきますと。でスキル面見ていくとこんな感じで、しっかりブロッカーを持っていて、エアワードのバックスピード、マンマーク、インターセプト、ヘッダー、逃走シーン、アクロバティッククリアということで、スキルも優秀なんで、スキル追加なくね、この選手もガッツから使えるんじゃないかなと思います。プラスにされるとこんな感じということで、ジャンプを90まで行くんで、セライも強いということで、まあかなり優秀なセンターバックなんじゃないかなと思います。まあ選手に関してはね、正直アーセナルパックが一番いいかなと思うんですけれども、監督も含めるとこのパックが一番なんじゃないかなと思いますね。はい、ってことで第1位がマンチェスターユナイテッドパックでした。はい、ってことで皆さん、今回はこのパック最強ランキングベスト6ということでやっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあいろんな意見があると思うんですけれども、個人的にはまあこのね、順番なのかなと思ってます。ほんといろんな意見ね、自分の好きなチームスタイルとかあると思うんですけれども、フラットな目で見ると、まあこれなんじゃないかなと僕は思いましたね。まあでも本当にね、このパック1500円でこの監督とこの選手もらえるっていうのは、本当コスパめちゃくちゃいいと思うんで、まあ、無課金とか部課金とかね、始めたばかりの方で、まあこの1500円ぐらいのね、課金できるって方はね、このパックを購入する価値はめちゃくちゃあるんじゃないかなと思います。よかったらね、ランキングの方を参考にしてみてください。はい、こんな感じでイフトボルトが毎日投稿してますので、よろしければコメント、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃねー。